はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、フクシット様からの依頼で、惑星開拓をしていきます。フロア作りご苦労様です。いやいや、スープモードのおかげで、さほどご苦労な感じでもないぞ。サクサクと作れて、サクサクと資源が消費されていく。鉄板とコンクリートの在庫量は足りてますか？生産が追いつかないな。やっぱり？一応、その二つを重点的に生産を増やしているんだが、それでも不足する。そうなると、在庫が溜まるまで待つしかないですね。と思って、待ち時間で芝刈りに出たりしてるけどな。ま、フロアは一度作っちゃえば消耗するものじゃない。一時的な需要だと思って、なんとか乗り切ろう。そうですね。むしろ本番は、この組み立てフロアが稼働してからですからね。組み立てフロアから、どの資源をどのぐらい要求されるのか。そのサプライチェーン作りが腕の見せ所ですよ。一緒に頑張ろうな社長。はい、前のめりに口を挟ませてもらいます。口はいいからアイデア出してこうぜ。そんなことしたら私にも責任が発生するじゃないですか。あなた社長ですよね。それは冗談としても、組み立てフロアのライン作り直しで5は使うとかいう事態になるとまずいので、動画的にうまく収まるように進行しましょうね。メタ情報の過度な露出は控えような。またなんか見つけたぞ。芝刈りに行くといろんなもの拾ってきますね。粗大ゴミ拾ってくる人みたいに言うのやめてくれます？異様ですか。温泉卵ですね。そういえば、箱根の黒卵って食べたことあります？ないな。一つ食べると、寿命が7年伸びるんだっけ？と言われています。10個ぐらい食べたら、社長がもう一人発生するんじゃないか？それはいいですね。私はオーナーみたいにクローンのスペアがないもので、私も好きでスペア作ったわけじゃないんだよ。さて、硫黄の解析をしよう。まずはツリーのてっぺんからだな。完了。解放箇所で何か面白いものはありますかね。黒色火薬、バルチック艦隊だな。火薬いいですね。そのうちダイナマイトも作れそうです。ダイナマイトはニトログリセリンだけどな。心臓のお薬としても有名ですね。そういえばニトログリセリンはなんで舌の下で溶かすんでしょう。飲んじゃうと消化器経由で吸収されるから時間がかかるだろ。なるほど、心臓のお薬としてそれは致命的ですね。それに肝臓で代謝されちゃったりするからな。口の中で、静脈から直接吸収されるのが望ましいわけだ。よくわかりました。で、今硫黄のスキャンをしましたよね。ああ、ようやく反応あった。かなり遠いです。近ければ掘りに行こうかと思ったけど、また今度でいいや。ですね。じゃ、いよいよ組み立てフロアのラインを組んでいこうか。はい、行きましょう。どうしました？うん、まだ考えてる。制作フロアと同じく、メインと供給ライン方式で作るんですよね。そのつもりだよ。では考えるパートは終わってるので手を動かしてください。あとはスクラップ&ビルドです。おう、行くぜ。できた。相変わらず制作過程とかないんですね。撮影してはいるんだけどな。それを入れるとなんかだらけるのさ。まあそれはいいです。説明お願いします。おう、例によって右が供給ライン、左がメインのラインだ。制作フロアは鉄のインゴットだけでしたが、ここは鉄板、ロッド、ネジと3種類ありますね。一種類が一つのコンベアを使って流れていく。そしてここで分岐して、組み立て機へ流れていくわけだな。とりあえずのデザインはできましたね。デザインだけな。実際に稼働を始めると、この資材が足りないとかが出てくると思う。その時は都度調整ですね。アジャイル型開発ってやつです。そんなかっこいいものじゃないとは思うが、とりあえず、これで作っていこう。よろしくです。強化鉄板と、ローターの組み立て機まで作ってみた。ちゃんと動いてるじゃないですか。ところがだ、製作フロアで作ったネジが、スムーズに組み立てフロアまで流れてこない。どういうこと？製作フロアのネジのコンベアは、すべてバージョンアップしたんだけどな。ボトルネックがあそこにある、リフトだ。あ、なるほど。コンベアはバージョン2があるけど、リフトはバージョン1しかないってことですね。そうそう。だから製作フロアのコンベアを高速化しても、リフトを通る時点でチャラにされちゃう。わかりました。ではリフトをなくしちゃいましょう。おう？それでどうやって資材を上に上げるんだ？オーナーはどうやってフロア間を移動してるんです？あ、なるほど。つまり、今こうなっているのを、こうすればいいってことだな。はい、そうですが、今の一瞬のスライドの間に、ものすごい時間が流れていった気がします。まあ気にすんな。スロープを使えば、コンベアのまま資材を上げられるもんな。見た目は悪くなるけど、生産効率には変えられません。だな。これでちょっとは改善されただろう。と思いきや、また問題発生だ。どうしました？ネジが流れていってますね。そうなんだが、製作機からの出力のところで、詰まってる。おっと、
制作機さんの成果が、出力時点で殺されちゃってるわけですね。これだと3台稼働させてる意味がないな。コンベアがもっと高速で運んでくれたらいいんですが、バージョン3はいつになるかわかりません。ちょっとジタバタしてみるか。さて、どうなるか。こんなんなりました。素直に3ラインで出力したんですね。ああ、分岐と合流で、どこかが詰まったら、他のラインに資材を分けるようにしてある。組み立てフロアへ上げるのはどうしてるんです？一本は在庫作りのためのコンテナへ、もう一本は、さっき作ったコンベアで組み立てフロアへ流していく。最後の一本は、供給ラインにとなる。供給ラインに？そう。組み立てフロアに移動してきたぜ。左が供給ライン1、右が供給ライン2。どちらも役割は同じで、メインコンベアへの資材供給だ。供給ライン1だけ逆速するから、2も作ったんですね。その通り。最初は供給ライン1に供給するラインにしようと思ったんだけどな。ややこしいから、直接メインコンベアに繋げてしまった。シンプルな設計の方がいいのでいいと思います。これでネジ問題は解決ですね。だな、お疲れ。お疲れ様でした。次の問題が発生したぞ。今度は何です？鉄のインゴットがスカスカしてる。あら、ほんとですね。なんで？下流工程での使用量に、供給量が間に合ってないんだな。それはまずいですね。上流の水量が少なければ、当然下流の流れも悪くなります。これは簡単だな。精錬炉一つあたりの生産量が少ないから、増やしてやればいいんだ。精錬炉の数を倍にしますか？いや、3倍にしよう。こんな感じになったぞ。いいですね。大変充実した光景です。今度は詰まりが発生するかもしれないが、不足よりもいいよな。それはもう、不足よりも供給型の方が断然いいですね。などなど、上流工程の不具合を直したところで、組み立てフロアに戻ろう。次は何するんでしたっけ？なんだっけ？あ、そうそう。モジュラーフレームと、スマートプレートの工作機をまだ作ってない。材料に強化鉄板を使うんですね。組み立てフロアの出力品を組み立てフロアで使う。どうデザインしましょうか？心情的には、出力されたらすぐに、ロイットコンベアで繋いで持っていきたいところだけどな。ですね。最短距離で供給できますし。でも、ああ、それをやっちゃうと、ラインがややこしくなる。というわけで、こんなデザインにしてみました。これはすでに作っているローターですね。そうそう。これをそのまま、次の組み立て機へ入力したりせずに、ぐるっと大きく回していって。あ、ここから強化鉄板も同じ流れになってるぞ。上下のコンベアに、ローターと強化鉄板が流れてるんですね。そうだ。改めて、ぐるっと回していって。ここで分岐させて、片方はストック用のコンベアに入る。在庫作っとくの大事ですね。だな。で、もう片方はここから、メインコンベアに合流しているわけだ。あくまで、メインと供給の構造を守ってるんですね。これなら加工品を使う加工品。加工品を使った加工品を使った加工品にも対応できるからな。ボールがどこまでも高くなっちゃいますけどね。その問題はある。さらなる下流工程が見えてきたら、もう1フロア作ってもいいかもしれないな。そうですね。ここのフロアだけで完結させることは難しいでしょうし。といったところで、実際に加工品を使った組み立て機を作っていこう。ほい、作った。スライドとともに吹っ飛んでいく経過時間に心が痛いです。それは弊社の問題だからさ。まあそうですけど。さて、ここも作りは一緒だから説明するまでもないな。メインコンベアで流れてくる資材を使って、組み立てを行っているだけだ。出力したものは、またメインコンベアに乗せてるんですか？その先のレシピがまだ解放されてないから、コンテナに収納するところまでしか作ってない。そういえばそうですね。ここまでで、現状作れるものは全て作ってますし、またマイルストーンを進めましょうか。そうだな。伐採作業が面倒だし、そろそろバイオマス発電からも脱却したいところだ。じゃ、また一気に行くぜ。よし、いろんなものが解放されたけど、まずは武器の更新からいくか。ゼノバッシャー、高枝バサミみたいですね。まあ、そんな感じだな。できた、どれどれ。思ったよりごついです。電流関係なく、これでぶん殴られたら痛いよな。そうですね、ちょっと試し蹴り、というか試しぶん殴りに行ってみてください。ほい。相手はこいつらでいいか。火を吹くステラコサウルスさんですね。2体いますよ。一体だけじゃ実力を試せないだろ。おお、撃破。なかなかいいな。実は3体いました。でも、これならいけそうですね。おお。よっしゃ、あと1体だ。はい。では、オーナーが原生生物に襲いかかっているところを見ながら、今回はここまでです。引き続き、我が社をよろしくな。
ご視聴、ありがとうございました。あの赤いやつは歌唱かな？でしょうね。用途はないけど、一応拾っとこう。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。